アセンションが加速するにつれて、私たちの意識は上昇し、それに伴って、サイキック能力や直感力も高まっていきます。洞察力が高まるにつれて、嘘を見抜くことができるようにもなります。しかし、重要なのは、古い地球に留まることを選んだ人々が作り上げるドラマに巻き込まれないようにすることです。彼らは、彼ら自身の選択により、崩壊しつつある古いシステムと共にいることを選んでいます。すべてのシステムは、もう、周波数を保つことができないので、崩壊していくでしょう。これは、個人だけではなく、社会全体にも当てはまります。このプロセスは、シンプルさへの回帰を意味します。複雑で時代遅れの古いシステムは、新しい黄金時代にふさわしい、より効率的に機能するコミュニティに置き換えられるでしょう。また、光の神殿が出現し、これは銀河間及び宇宙評議会によって、すでに確立されています。現在、このシフトは激しさを増しており、それに伴い、多くの魂たちが、戦争や口論、争いを望まず、統合、結束、一体化を求めるようになっています。古い分離と二元性は実際には存在せず、それにしがみついている人々によってのみ演じられているのです。非常に重要なことは、多くの人々が挑戦に直面しているということです。今、多くの古いものが浮き彫りになり、あなたは、それらを完全に手放す必要があります。古いシステム、生活様式、人間関係、運営方法は、単に崩壊し始め、溶けてなくなります。物事を修復しようとすればするほど、それらは、より壊れていくことでしょう。この時期には、インナーワークを行う必要があります。あなたは、手放し、自己の意志を、宇宙の意志と調和させるための、深い解放が求められます。偉大なマスタープランが、想像を超えた方法で展開しています。地球だけでなく、この太陽系、銀河系、そして宇宙全体がアセンションに向かっているということを覚えておいてください。そして、すべては順調に進んでいます。何も欠けているものはありません。このマスタープランは、太古の昔に決定されたものであり、現在、それが実行に移されています。古い不健性の実験は、もはや終わりを迎え、これからは、神聖なる男性性と女性性の統合と調和への回帰が重視されます。そして、お互いを美しく高め合います。この変革は、家族、社会、すべての人々や物事における関係性においての超量子シフトを意味します。これは人間関係の根本的な変化をもたらし、よりバランスの取れた調和のある関係を促進します。また、銀河間艦隊や銀河間評議会、宇宙評議会などの可視化が進んでおり、それはこれらの存在たちが現在進行形でこの地球に関与しているという認識をもたらします。多くのスターシードは、すでに多次元レベルで機能し、これらの評議会と共に働き、睡眠状態で私たちの真の魂の形態で働いています。私たちは宇宙意識へと進化していっています。これまで
この地球だけが全てであるとされていた概念が、宇宙の艦隊や評議会が、初めから、この地球に関与していたという、完全な認識に置き換わっています。私たちは、皆、共通の種を持っており、そのため、宇宙の存在たちと類似した特徴を持っています。宇宙の存在たちは非常に高度に進化していて、私たちは忘却のベールが下ろされたことにより、宇宙旅行の能力が失われ、何千年もの間、肉眼で彼らを見ることができませんでした。これらの高度に進化した魂たちは、宇宙的キリスト意識、統合、調和を完全に受け入れ、神聖な愛のハートから行動しています。銀河間文明の多くは7次元から12次元で、これには太陽系の金星も含まれます。彼らの宇宙船には意識があり、巨大なマザーシップをある宇宙から別の宇宙へ瞬時にテレポートさせる能力もあります。私たちの意識が完全に5次元に上昇し、7次元へと向かって加速するにつれて、このようなテクノロジーは再び新しい黄金時代に復活し、宇宙旅行が可能になり、以前のように私たち自身のマザーシップを持つようになるでしょう。私たちはすでに新しい地球の中にいて、数年前には SF とレッテルを貼られていたことが当たり前になっていきます。宇宙規模でのこの大きな飛躍に伴い、私たちは今、このすべてについていくこと、そしてすべてを手放すことを求められています。私たちは今、全く新しい領域に突入しようとしていますが、そのためのすべてのツールは私たちの内側にあります。今、私たちは宇宙及び銀河のマスターたちによって導かれ、見守られ、支援されています。ここではメルキゼデクが顕著な役割を果たしています。さらに地球での人生を経験し、古い地球での生活がどのようなものであったかを知るマスターたちも加わっています。そして今、9次元から12次元の竜たちが存在感を示し、地球のコアに至るまで浄化しています。大天使たち、天使たち、ユニコーンたち、竜たちは皆、私たちを助け、より高い次元で私たちと融合するためにここにいます。レディガイアは今、すでにアセンションに向かっており、新しい地球を完全に体現するために、古い地球から自らを脱ぎ捨てていっています。あなたの魂は、はるか昔から、この大規模なシフトのために準備してきました。そして、このシフトを見届け、使命を完遂することが、あなたが今ここにいる唯一の目的なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。